長友選手、香川選手、どこ行くんですか。あ、これからですね、合宿に行ってきたいと思います。合宿っすか。はい、ちょっと僕リフティング苦手なんで。あー、本当ですか。あ、ちょっと行ってみましょう。テーラーの方に行ってきます。テーラー、ワールドカップの日曜日なので。あ、そうですね。おはようございます。レギュタらしいっす。レギュタらしいっすね。あの、FIFA の関係の方です。違うと思いますよ。吉本の社員ですよ。いや、今日の芝生はいいな。どうも、辰巳です。はい、今日はですね、サッカー日本代表の長友選手と香川選手を招きまして、なんとこの2人にリフティング対決、どっちがサッカー上手いかっていうのを決めたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。堀北真希ちゃん見てる。長澤まさみさん元気ですか。あ、でもやっぱさすがですね、サッカー日本代表ですもんね。あ、気をつけてください。長友選手、えらい、長友選手、ありがとう。長友選手、ここえらい人見るんで一応気をつけてください。あ、そうですか、わかりました。えらい人っていうのはハリルホジッチ監督ですか。チェアマンです。チェアマンレベル。あ、なるほど。どうす。ちなみになんですけど、リフティング、はい、どっちが長くできるんですか。まあ、なので信じる方が上手いと思います、はい。あ、じゃあちょっとひとまずやってもらってもいいですか。リフティング、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。普通リフティングって大体サッカー選手置いた状態から始めますよね。やり方がある。手で持ってやるの。あ、じゃあお願いします。シーズのね、ドイツのやり方がある。ああ、そうですか。やっぱ置くんすね。真面目なんすね。ああ、8、こんな感じですよね。8ですね。背番号10もう届かなかったっすよ。いや、できてないっす、できてないっす。いや、長友選手もやってください。持った形からいきます。持った形からやるんすか。え、置いてくださいよ。どうしました。肉離れしちゃいました。え。これよく見る光景ですね。普通にリフティングやっても見てる方としてはつまらないんで、もうちょっとやってくれ、もうちょっとリフティングやってくれるんだったらやっぱちょっと身がやるんですけど、あんまできてなかったんで、なんか別の、ちょっと今日ね、スパイクがね、人工芝と合ってないんでしょうがなかったんですけど。別にグラウンドでもないんですけどね、はい、本気出します。本気いいですか。じゃあ何します。ワンバー OK にしてもらっていいですか。はい、すいません。サッカー日本代表っすよね。リフティングのゲームをするってことですか。そうです、そうです。リフティングのゲームでワンバン OK。 ワンバンやらせてください。2番でもいいっすよ。まあいいっすよ。じゃあワンバンしながら、はい、じゃあしりとりやります。あ、本当ですか。しりとり、わかりました。3本勝負です。3本勝負の日本選手で。日本選手、わかりました。いきましょう。グラッツェ。あ、じゃあハリルホジッチのチからいきましょうよ。チ。はいはいはい、ストップ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 トーマスって言ってトーマスって感じ。うん、下ボケがすごいんじゃない。いや、違うんじゃん、違うんすよ。いろしりとりって何でもありにっていうのは、そのトーマスって誰ですか。トーマス知らないですか。トーマス行った方は長友さん選手でよろしいですか。トーマスっていう選手がいるんです、アメリカに。いや、それは過去アメリカ代表選手ぐらいのことは言ってもらうとちょっと分かんないですね。あ、ちゃんとテロップで過去って言ってます。それでもいいですけど。その前にチョコって言いました。チョコレート、チェコ、ま、の間違いない。どっち、チェコの、チェコって言います。あ、チェコ。これサッカーに関わりないことでもいいしりとりなんですか、これ。いや、まあサッカーに縛りつけますから。でも彼はチェコって言ったんですけど、うん、チョコ、チョコって聞こえます。香川選手、チョコ好きですか。大好きです。1ポイントでいいですか。いや、どっちもゼロです今。え、ゼロ、はい、いや、トーマス知らないし、やっぱチェコ、チョコっていうのはちょっとアジアの審判をね。あ、本当ですか。まあ一応ホームなはずですけどね。厳しい戦いになりそうですね。アジアカップを思い出しました。何なんだこの2人は。じゃあ、まあ、じゃあもう一回だけいい。じゃあお願いします。じゃあまた信じて。はい、ワンバンね、ワンバン。じゃあトーマスから。はい、というわけで橋本正夫さんのチャンネル、 YouTube チャンネル、概要欄にリンク貼っておきますので、皆さんよかったらぜひチャンネル登録お願いします。どう見たのこれ。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。
Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。